お疲れ様です。今日は禁煙何日目なんだっけ？8日目か。8この前言ったよね。9か10ぐらいだな。正直言って、病気をタバコで抑え込んでるとこありました。だからちょっとね、急に禁煙になって、ちょっと辛いんだよね。そう。病気の方のチックが始まりそうになっちゃって。食べたら収まったんで。今日はどんな一日だった？今日はね、作業所に行って、とりあえず、かわいい障害者。友達ね。かわいい障害者。一つのことにものすごい時間かかってしまうという。ああ。いや、どっちで行こうよって言えばいいのに、自己紹介から始まるの。自己紹介から始まって。自己紹介って、だって、ずっと、あれでしょ？会ってるわけでしょ？そうよ、毎日会ってるよ。でも毎日。毎日自己紹介するの。障害あるから時間かかるのはしょうがないよね。まあ、TV もね、時間あるからね。まあ、のんびり付き合ってあげてね。TV はさ、休めない病気とか言ってたよね。そうそう、休ませてもらえないの。あれは何？休ませてもらえないの。そういう病気。なんかいろいろ頭ぐるぐる回っちゃったりとか。実は働いてんだもん、朝から。朝起きた瞬間から仕事。何の仕事？いや、だから身の回り整えたりとか、始まって、政治活動とか。政治活動って何？いや、政治活動って普通に庶民の暮らしを見ることでしょ。それが政治活動でしょ。庶民の暮らしを見るっていうか、外交官とかも、ね、高い給料もらって、何やってんだって言われるけど、それが仕事なんで。街の様子を見るってことは。街の様子を見てるのね。見てるの？散歩しながらね。そうそう。それが政治活動だし。それは政治活動。なるほどね。なるほど、変わってますね。もうだって政治家がすごいべきなの。そっか。山本太郎はね、街をこう、うろついてっていう言葉はあれだけど。ね、ホームレスになりかけの人をね、見つけては声をかけみたいな。まあそういうふうなね、政治家はやらないといけないよね。やんなきゃいけないね。だって私が政治家になるって言われるんだもん。政治家は車に乗ってる場合じゃないよって。俺歩けみたいな。歩かないとわかんないんだよ。本当に。で、そんな忙しくしてるわけなのね。休めない仕事にね。休めない病気でね。休めない病気。そうですか。休めない病気って聞いて僕が思ったのは、その、サラリーマンとかで、休みの日をもらうはいいけど、何をしたらいいのかよくわからなくて、で、結局、昼から酒飲んだりとかしてしまうとかさ、そういうイメージだったね。なんか、体を休めればいいんだけど、なんか、休むことができなくて、で、なんか、ちょっとごちゃごちゃ、なんか、あと僕もそうなんだけど、休みもらってもどっか出かけなくちゃ、みたいな。そういうのとはまた違う？同じ？また全然違うんですよね。また全然違う。それは健常者の考え方。そうか。障害者はすごい忙しいんです。そうなの？暇なように見えて。一番忙しい。そうなんだ。だって世の中のことがさ、選ばれた人間だからさ、世の中のことがさ、知らなくちゃいけないの。障害者が選ばれたの？そのための障害者だから。そうなの？そうなんだ。街とか、人とか、触れ合える、時間とお金を与えてもらってるから。まあ、それはね、またちょっとおいおい教えてもらいましょうか。禁煙はどうです？続きそう？禁煙は言う。ああ、言う。聞きは出したね。
それよりも病気の T シャツがやばい。うん。タバコをやめたことに。ああ、そうだよね。だから、うん、タバコの禁断症状そのものよりも、うん、タバコを吸うことで、こう、なんか紛らわしてきた病気が、直に、こう、向かい合うような感じになっちゃうから。病気と、血栓みたいな感じになっちゃう。うんうんうん。それまた次の YouTube でお楽しみに。皆さん、チャンネル登録といいことでよろしくお願いします。はいはい。まあ、じゃあ、こんなところにしておきますか。そのポーズは何なの？ TV ポーズ。TV ポーズ。ああ。おぉ、うん。はい。終わりました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。